はい、こうちゃん、今日は久しぶり博多行きます。いいですか？いいですか、こうちゃん、お出かけするよ。今日こうちゃん大好きなリュック買うんだって。博多に着きましたよ。すごいですよ、博多は。ビルがいっぱいっすよ、ほら。すごいね。ヨドバシカメラもあるよ。はい、こうちゃん。こうちゃん。博多着いたよ。よし、行こう。え、ちょいちょいちょい、後ろ、はい、来た。はい。はい、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 はい。まあ、座ってごらん。えんこして。あ、いいよ、いいよ。そうそうそう。え、全然大丈夫。オッケーオッケー。大丈夫そう。うん。色はどれ、それ、それがいいかな。これがいいよ。これがいいよ。また黄色でちょっと違う色とかもあったり。あれは、持ち手が、持ち手も黄色いやつ。全部黄色です。色で、ね、これかわいいと思う。これかわいいね。オレンジもかわいくない？あ、これだけ違うか。使っていくうちにちょっと白っぽくなっていくのが、黒がやっぱりそれは目立っちゃうっていうので、これ面白い。毎日これでいってもいいか分かんない。あのカバンさ、肩かけられなかった。肩の体格にはあってそうだけど、でもラップトップの方がいいでしょ。ここなんかノートがある。青だったり、どんな色にでもやっぱり合わせられるっていうのはグレーだと思う。あ、それいいんじゃない？じゃあそしたらそれ。ピカチュウ。静かにしよう。手を振んなくていいよ、これ。びっくりだね。うん、びっくりだね。うわ、すごいね。あ、ヨドバシカメラ。何、こうちゃんがやんの？ドラえもん見つけた。何が、ほら、カズと、あ、この黄色、ミニドラ
けてこいであげな。すごいね、ガチャガチャが。こうちゃんもよかったね。ああ。なんだよこれ、こうちゃん持たすとさ、どっかポイするか持ってん。カズとはお小遣いでベイブレードを買ったの？ヨドバシで。これいつ出たやつなの？え、結構前。あ、そう。あー、浮気しすぎた。そんで、こうちゃんのリュックとお揃いでパパも同じところのリュックを買いました。うん、こうちゃんこれで行くんだよな。4月からな。かわいい。